クロリンデというキャラクターをお迎えするためには何が必要か。それはやはり彼女自身が僕のテイバットに行きたいと思っていただけること。さあそこで今回僕が用意しましたこちらの部屋です。グラマラスボディ、はあはあ、さあ僕はこのグラマラスボディな者たちに囲まれながら今回クロリンデをお迎えしたいと思います。こう見るとすごい景色だな。エロパラじゃねえよ、エロパラダイスとか何言ってんだ、エロパラじゃねえよ。俺にクロリンデを呼び出す力をくれ。行くぞクロリンデ、いざ10連目。次はどこに行くんだたまには一発で引かれてたからまあいい。セトスどうか、セトス、セトスどうやろうか。20連目グラマラスボディあ、ベネットセトス来ない、セトス。ベネット30連目来い。たまりは、たまりは。まあでも40連で今日来てくれればええよ。セトスおい、セトス、おっ来たぜ。偶然だなセトス。クロリンデ40連目来い。また月祭りか。50連目どうだちょっとやばいな。60連目これマジでマジ、ちょ武器天道万象。さあ70連目いこうか80連目。まあ次か次で光るし。次はどこに行くんだ。まあほぼ天井だし。さあこれですり抜けてなければ別に俺はいい。さあ夜巡り状態に入ってこのモニターに銃弾を打ち込みます。おっと、しゃあやった。クロリンデだ、よろしく頼む、よろしく頼む。でやはりクロリンデがすんなり来てくれたのはやはり証明されました。やはり者たちの力が非常に大きかったですね。グラマラスボディ共鳴が発動しました。グラマラス共鳴、グラマラスボディ、何をもってしてグラマラスボディというのか俺にはわからないが、おそらく一般的にはこういう者たちのことを言うのであろう。じゃあ嫁るか。一嫁はとりあえずしたいな。あーでもモチーフも引きてえな。これ相方がアルハイゼンの武器だから悪くないしな。決して俺の勘だとね、すぐ光るから。武器チャレンジ。やっぱ武器やめとくか。40連まで回そう。新中府警20連目。グラマラス共鳴が発動しています。グラマラス共鳴。スクロース30連目。グラマラス共鳴。待て装填。40連目やっぱやめようかなでも欲しいレイピア欲しい。そうだ、俺の意志の戦いなんだこれは。50連目60連目テイワットの神よ、俺に微笑んでくれ。あ、シュブルース70年目テイバットの神よ、神よ、テイバットの神よ、グラマラスの神よ。さあ見せてくれグラマラス共鳴を。さあ見せてくれ俺に天空の天空槍かよ天空槍、天空槍、クロリンデって天空槍装備できたっけ。装備できるよねクロリンデね。出たもん天空槍。あれおかしい、天空槍ないな。天空槍が出たんですけど、ちょっと待て、これちょっとこれ完全にやってるな。
もう知らん、もう知らん、もう知らん。武器は引く、武器は引くって決めてんだ最近は。ゴロ20連目です。30連目です40連目です。ちょっと待って待って、50連目です。ちょっと待って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 、60連目です。吸い抜け60連目です。グラマラスボディ来た。待て待て、まだ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 分からん、まだまだある、まだある、まだあるぞ、これまだあるぞ。あのアルハイゼンの方来るのはもうしょうがない。あぶねー、よかった、あぶね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 。もういいんだよ、もう一本来ても、もう一本来てくれてもいいんだよ。よし、まあとりあえずいいでしょ何の写真なんだこれは。何をしているんだ勝利は。ここで一体取ってみるか。よし、一突チャレンジ、クロリンで一突チャレンジ10連目。ちょセトスもな、ちょっと突りたい。20連目。だからリーウェはあらゆる人に執着する場所だ。あーっと30連目。花と酒を手に景色を感動しちょっと待って、ちょセトスも全然出れんだけど。40連目。とまたさっき80連で出てるから50連目。一突チャレンジ50連目。ちょっと待って、60連目。セトス、これマジでなんかいろいろおかしくない、俺の気が。70連目慌てる必要はない。あー光った、 OK。 待て、これすり抜けてなければ全然俺の勝ち。いや、見えるぞ、俺には共鳴しているグラマラス共鳴が、グラマラス共鳴が、グラマラス共鳴。パナ耳だ、グラマラスだ。まあでもしょうがない。ってことは、ってことは景色を堪能しようとした。もう知らねえ、もう知らん。20連目、はい。あ、ちょマジ、セトスが全然出ないんだけど。すり抜けチャレンジ30連目。セトスどこ行ったマジで。40連目。だからリーウェは。セトスマジどこにいんの、セトス。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 50連目。セトス？セトス？60年目。これマジ？ああセトス。これ70です。70か次。はい、光った。これは確定か。いやー。花と酒を手に景色を堪能しようとした。まあ天井まで行ってないだけ。あの頃とはもう違う。傷は浅いと考えるべきなのか。悠々とまた。オッケー。いやちょっとでも深かったな。やっぱ二突チャレンジしようじゃねえか。すり抜けたら即終了します。さあ、あセトスだ。しかし石が怪しくなってきたんで石がなくなるまでやります。20連目とまた。あ、ここに来てセトス祭り。30連目か。さあ石が怪しくなってきた。おぉセトス、あーセトス、もう完突できそう。40連目かな。二突チャレンジ40連目。いけねえ、くそー、あーベレット、やばい、もう石がない、もうダメだ。全部交換したれ、いくぜ、引かれ、おい。やばい、引かれ。だからなんで後半まで引っ張るんだって、いつも。もうこれ次か次で光るっしょ、さすがに。やばい、天井を、やばい、武器祭りだ。天井になるか、これで光んないともうあかん、もう後がない。これは
セトスも出ねえし、これ最後にかけるわ。いや、これは光るはずなんですけど、問題はここからで、これがね、おーっと危ねえよ、危ねえ、よかったよかった、追加お課金なしでいけた。2枚引きじゃない。あ、いやでもそんなセトス来るかもしれんけど、2枚の可能性なんて、そんなそんなまさか、そんなまさかここだぜ、あともう一個だぜ、まあ、だいぶ後半で深かったけど、まあ全然祈願としてはそんな悪い方ではない。